それでは次はですね、ピアノ弾き語りで、しっとりとお届けしたいなと思います。今日はパンフレットに書いてありましたけれども、横浜と港を愛する人たちが全員主役だと書いてありました。私も、横浜生まれ横浜育ちで、本当にここら辺で育ったので、海や、港が大好きでございます。まあ皆さんもね、毎日お仕事や、学校や、大変な中過ごしていると思いますが、その中でちょっとね迷ってしまった時に、私はよく海を見て、一人で考え事をしたりします。ちょっと昔の曲なんですけれども、そのすごく落ち込んだ時に、ちょっと一回立ち止まって、考えて作った曲があります。ファーストアルバムの In the Sea Wind というアルバムの中から、落日という曲を聴いていただきたいなと思います。ちょっとまだ日は落ちてないんですけれども、ちょっと夕暮れ時の海を、思い浮かべながら、聴いていただけたらと思います。聴いてください。落日。
ます。はい、聞いてくださってありがとうございました。ファーストアルバム「In the Sea Wind」から「落日」という曲をお届けしました。アルバムのタイトルにもなっているぐらい私は本当に海が好きで、そして海のあるこの横浜の街が大好きで、こういう風にですね、横浜のテーマソングをたくさん歌わせていただいていることをとてもありがたく思っております。戸塚から、そして横浜を、横浜から神奈川を、そして神奈川から全国を盛り上げていくために、これからもですね、曲を作って、そしてたくさんテーマソングを作って盛り上げていきたいなと思いますので、今日初めて見た方はそんなことやってる子いるんだなとちょっとインプットしていただいてですね、お家で YouTube とかもたくさん載っているので、ぜひ検索して見ていただけたらと思います。一つだけライブのお知らせをさせてください。ですね、先ほど言いましたが、3月5日土曜日に新しいアルバムが発売されます。戸塚3というですね、テーマソングアルバムです。1曲目に歌ったシーガルズさんのですね、応援歌などなど、また面白いアルバムになったと思います。こちらが、発売となります。3月5日土曜日、場所は戸塚の桜プラザホールというですね、とっても広くて450人ぐらい入る、すごい広いホールなんですけれども、そこで無料でイベントを開催します。コンテストなんですけれども、そのゲストライブで私はバンドで演奏させていただきます。45分間ぐらいたっぷり歌いますので、無料でコンテストからまるっと見れるので、ぜひぜひ足を運んでいただきたいなと思います。ちょっと手書きなんですけれども、そのライブの詳細も、チラシ持ってきたのでぜひ受け取ってください。そして5月28日にやるバースデーワンマンライブも450人、集めることを目標に頑張っております。そちらもぜひ応援していただけたらと思いますので、よろしくお願いします。 CD などなどそこに物販ありますので、ぜひ、この後お立ち寄りください。よろしくお願いいたします。